鈴木慎太郎6月3日から1970年3月4日は、フランス文学者、東京大学名誉教授、日本芸術院会員、神田作間町を生まれ。音楽学級、教育者として、7歳上の辰野隆史、2歳上で、東京講師付属中の先輩でもある、山田玉城と力を合わせ、29年間の卒業生が22人という状態だった。 東大仏文化を活性化し、渡辺和夫、伊吹武彦、杉勝夫、市原豊田、川口敦子、小林秀夫、コ秀美、中島健造、三好達治、佐藤正明をはじめとする幾多の更進を育てた。学者として、フランソワビヨンダの中世史家、マラルメ、バレリーらの近代象徴主義史家を緻密に研究し、紹介、翻訳、辞書、随筆に、 多くの分業を残した。東京大学教授、同文学部長、中央大学文学部教授、東洋大学教授、日本フランス語フランス文学会会長などを歴任したほか、多くの大学に出向した。また、水泳、ゴルフ、洋曲、将棋、天国、気候本収集、ワインなど趣味も豊かであった。1895年、 神田川の川口に近い神田佐久間町の裕な米問屋に生まれ、東京女子師範付属幼稚園に通う。1908年に東京高等師範学校付属小学校。1913年に東京高等師範学校付属中学校を卒業。1913年18歳、第一高等学校第一部長類に進み、翌年、ボードレールの悪の花に取り組む。 この頃、辰野隆氏を知り、以後半世紀、修正親しく交わる。1916年に、東京帝国大学仏文学科へ進学。同期に、岸田国師、関根秀夫らがいた。1917年、東京孔師附属中時代からの先輩である、山田玉希らと同任し、ロザリオを創刊し、刺激短編小説を載せる。1919年、同任。 タツノタカシとロスタンのシラノド・ベルジュラックを協約し、一幕ずつ同志に連載する。これは、以降徹底的に遂行して華麗な語彙を散りばめた名調子に実り、今に至るまで度重ねて上演の台本に使われている。1920年東大文学部復讐、1921年講師となる。初講義は学生の希望に応えたフランス近代助教師研究であった。 翌年、上記、シラノ・ド・ベル・ジュラックを初出版。その後太平洋戦争末期を除き、多数の著述を上司した。辰野隆、豊島義雄、山田・玉樹と監修した、フランス文学総書は、1924年より、刊行された。1925年、パリに、私費留学。中世仏語を学ぶ一方で、演劇、絵画展を見分し、翌年帰国。 多数の象徴派を、主とした書籍を持ち帰る。1928年東池袋の庭内に、鉄筋コンクリートの書斎を構え、これが後に1945年の東京大空襲理祭では、増書消失を防いだ。1931年東大女教授となる。第二次世界大戦下では、フランス書の輸入及び、実著の出版の不自由に苦しむ。 1945年4月、空襲で自宅を焼かれる。翌月文学博士の学位を得る。学位論文は、ステファン・マラルメッシュ修であった。1947年、東京大学仏文学科教授。1953年に文学部長となった。1954年夏、フランス及びベルギーに出張。1956年定年退官し、 東大名誉教授、中央大学文学部教授となる。また、日本フランス語学会会長となり、翌年、日本フランス文学会会長となる。1960年、フランス政府より、レジオンドヌール三等勲章を受ける。1961年、糖尿と心臓を病む。1962年、新設の日本フランス語フランス文学会の会長に、押される。 1963年、日本芸術委員会員に選出。1966年、中央大学を定年退職。衰える体力の中で、東洋大学文学部教授を務める。1967年、日本フランス語フランス文学会の会長を辞し、名誉会長に押される。1969年春、東洋大学を退職。秋、一歳の講義から身を引く。 この年に生存者除君を辞退。1970年3月4日、大動脈瘤破裂により、自宅書祭で急性。本人の遺言により遺族は、没後除君も辞退。主な蔵書は、子息、鈴木道彦が勤めていた、独協大学図書館に収蔵され、図書目録、独協大学図書館所蔵、鈴木慎太郎文庫目録が発刊された。 東池袋5丁目にある急遽は東京都豊島区により取得、改修され、2018年春から鈴木慎太郎記念館として一般公開されている。ありがとうございます。